キャッチャー市川が入りました。ランナースタート、判定はストライク、ショートベースからタッチ、セーフ、盗塁成功。岡盗塁今日2つ目です。これでトータル今シーズン岡14個目の盗塁となりました。高い成功率を誇ります。いいスタート切りましたね。しかも早いカウントからもう積極的に進んでいきます。ワンアウト二塁、二塁ランナー俊足の岡、帰れば再び4点差。レフトへ高く上がった打球、伸びていく、レフト交代、なお下がる、下がって取れません。二塁ランナーは三塁をすでに回っています。追加点のホームイン、5対1、記録はヒット、タイムリーツーベースになりました。市川高く上がって、風は今日今の時点で1メートルと実はいつもより吹いていません。どうでしょう、逆にこういったことがいつも守っているマリーンズの選手にしてみれば影響はありましたが、伸びもちょっとフラフラ上がった格好になりましたけれどもね。そうです、でも外野陣がかなり結構前に来ていたので、 あそこまで距離を追いかけながら取るというのは非常に難しいと思うんですよね。向こう向きで追いかけてどこに落ちるのか考えてっていうところですもんね、定位置にいたら必ず取れた打球だと思うんですよ、はい。